皆さんこんにちは。三重大学医学部附属病院の山本です。心と体の健康について考えるコーナー、元気のツボ、今年もよろしくお願いします。さて、新しい1年が始まりました。年末年始はどんな風に過ごされましたか？私はちょっと美味しいものを食べ過ぎてしまいまして、お腹の調子を壊しています。ちょっと気をつけないといけませんね。さて、今年もこの番組を通して皆さんの健康や毎日を笑顔で過ごせるようなツボにはまる情報をお送りしていきたいと思います。今回は新しい年になって最初の回ということで、健康にまつわるクイズをお送りいたします。3択で出題しますので、3つの選択肢の中から正解だと思うものを1つ選んでください。クイズは全部で10問、ちょっと知って得する健康雑学クイズです。では早速スタートしましょう。それでは第1問。冷え性は男性、女性、どちらに多く見られるでしょうか？冷え性は男性、女性、どちらに多く見られるでしょうか？1番男性、2番女性、3番、性別による差はない。答えは2の女性です。女性は男性と比べると熱を生産する筋肉量が少ない、更年期に特にホルモンバランスが変化しやすいといった理由から、冷え性は女性に多い傾向にあります。では第2問です。空気が乾燥すると目も乾きやすくなります。目の乾燥の原因として空気の乾燥以外に考えられるものは次の3つの中のどれでしょう？1番カルシウム不足、2番体の冷え、3番長時間スマートフォンを使っている。答えは3の長時間スマートフォンを使っているです。人間は普通に生活しているだけでも無意識のうちに瞬きをしています。しかしスマートフォンやパソコンなどの画面を注視していると瞬きの回数が減ってしまいます。瞬きには涙を目に運ぶことで目の乾燥を防ぐ役割もありますので、スマートフォンやパソコンを利用する際には長時間続けて使用するのではなく、休憩を挟むことで目の乾燥をある程度抑えることができます。他にも加齢や寝不足、コンタクトレンズの使用なども目の乾燥の原因となります。ここからの2問は日にちにまつわる問題を出題します。第3問。1月22日はカレーの日です。ではカレーが持つ健康効果として正しいものはどれでしょう？1番疲労回復効果、2番視力回復効果、3番腰痛改善効果。さあ答えはどれだと思いますか？では正解です。答えは1の疲労回復効果です。カレーには様々なスパイスが使われています。それらのスパイスには発汗作用、牽引効果があります。発汗作用によって新陳代謝が高まり、食欲増進や疲労回復といった効果が得られ、胃腸の働きも高まります。ちなみに1982年昭和57年1月22日に全国学校栄養士協議会が全国の学校給食の統一メニューとしてカレーを提供したことがカレーの日の由来です。私もカレーが好きで
いろんなカレーを食べますが、カレーのスパイシーな味と香りを感じると元気が出るように思います。それでは第4問です。1月23日は生活習慣病予防のため、一無二小三多を呼びかける一無二小三多の日です。では一無とは何を指しているでしょう。1番禁酒、2番禁煙、3番おやつを食べない、どれだと思いますか。考えてみてください。では正解です。答えは2の禁煙です。一無は禁煙を指しています。タバコはさまざまな病気の原因となる上に、自分自身だけではなく周囲の人の健康にも被害を及ぼします。いきなり禁煙とまではいかなくても、健康のためには少しずつ減らしていくのが望ましいでしょう。これまでにもこの番組で喫煙が及ぼす体への影響 COPD についてお送りしました。津市公式 YouTube チャンネルでご覧いただくことができますので、 COPD 慢性閉塞性肺疾患について学んでくださいね。それでは次、第5問です。同じく一無二小三多の二小は、ある2つのものを少なくすることを指しています。その一つは食べ過ぎないことですが、もう一つは何でしょうか。1番間食を減らす、2番飲酒量を減らす、3番残業を減らす。正解は2、飲酒量を減らす。簡単でしたか。2章は食べ過ぎないことと飲酒量を減らすことを指しています。食事は食べ過ぎず腹8分目程度にするように意識してみましょう。お酒は飲まないに越したことはないのですが、もし飲むとするなら、男性ではアルコール1日 20g、 女性では1日 10g までが良いと言われています。アルコール 20g は日本酒で言えば1合、アルコール 5% のビールで言えば 500ml、7% の酎ハイでは 350ml 缶1本などに相当します。それでは第6問。一無二小三多の三多ですが、一つはたくさん働くこと、もう一つはたくさん休むこと、そして最後一つは何を指しているでしょうか。1番たくさん水分を取ること、2番たくさん食べること、3番たくさん人や物に触れること。答えは3番たくさん人や物に触れることです。健康的な生活を送るには、適度な運動をしてしっかり休むことが大切です。運動といっても難しく考えすぎず、近所の散歩から始めても大丈夫です。他にもエスカレーターやエレベーターではなく階段を使う、駐車場で少し離れた場所に停めて歩くなど、ちょっとしたことを積み重ねていくだけでも効果が出てきます。そして人や物に触れることは心身に良い影響を与えます。よく笑うことは血糖値の上昇を抑えたり、ストレスを緩和したりといった健康効果があるとされています。引きこもって一人で生活する状態が続くと認知症になりやすいのに対し、人と接する機会が多い人は認知症になるリスクを軽減できるとも言われています。生活習慣病予防のため、一無二小三多にまつわるクイズ3問をお送りしました。続いての第7問は、先ほどもクイズの中にあった喫煙に関する1問です。喫煙者がタバコから吸い込む主流煙と、添加部から立ち上がる副流煙、
有害物質の量が多いのはどちらでしょうか。1番手榴煙、2番副榴煙、3番、どちらも同じ。答えは2番副榴煙です。タバコを吸っている人が吸い込む手榴煙とタバコの先端から立ち上がる煙の副榴煙を比べると、副榴煙の方に有害物質が多く含まれています。副榴煙に含まれるニコチンは手榴煙の 2.8 倍、タールは 3.4 倍、一酸化炭素は 4.7 倍にもなります。喫煙は自分自身だけでなく周囲の人の健康にも害を及ぼすものであることをよく理解しておく必要があります。特に小さい子どもや赤ちゃんと同じ部屋での喫煙は絶対にやめましょう。それでは第8問です。おせち料理の定番に昆布巻きがあります。このお正月に食べましたか？昆布巻き美味しいですよね。その昆布にはフコキサンチンという栄養素が含まれていますが、その健康効果は何でしょうか。1番メタボ予防、2番白内障予防、3番聴力低下予防。さあどれでしょうか。それでは答えです。答えは1番メタボ予防です。フコキサンチンは昆布、わかめといった滑走類に含まれている成分です。メタボリックシンドロームや糖尿病を予防する効果があります。食事の中にうまく取り入れてみてくださいね。では第9問です。体を動かすことの必要性やその効果をお話していますが、寒さが厳しい冬場に外で運動する場合、適した時間はいつ頃でしょうか。1番早朝、2番昼、3番夕方以降、どれだと思いますか。答えは2番昼です。寒さが厳しい冬は朝と夜に外で運動するのは可能であれば避けた方が良いでしょう。暖かい室内から寒い屋外に出ると血圧の急激な変化によって心臓に負担がかかり、最悪の場合は心筋梗塞などを引き起こす可能性もあります。この現象はヒートショックといって、特に冬の脱衣所と浴室の温度差によって起こることが多いものなんです。しかし温度差が激しい場所に急に移動した場合は、入浴時以外にも起こる危険はあるため油断は禁物です。そのため可能であれば昼前後の暖かい時間帯に運動するのが望ましいと言えます。また寒いと筋肉が収縮して硬くなって柔軟性も低下してしまいます。運動前のストレッチも忘れずに行いましょう。では最後の問題です。第10問は昨年から大流行しているインフルエンザに関するクイズです。インフルエンザウイルスは物に付着した後もしばらく残存すると言われています。付着したインフルエンザウイルスが最も長時間生き延びるのはどれでしょう。1番手紙、2番マフラー、3番ドアノブ。さあいかがでしょうか。それでは答えです。答えは3番ドアノブです。インフルエンザウイルスは髪や繊維に付着した場合、長ければ8時間ほど残存します。これでも十分長時間生き延びている気もしますが、もっと注意が必要なものがあります。それが金属やプラスチックです。なんと24時間から48時間もの間ウイルスが残存すると言われています。ドアノブや電車のつり革、電気のスイッチなど何気なく触っているものが
感染の原因となる危険性もあるため、手洗いや消毒を意識して感染を予防しましょう。ということで、健康雑学クイズいかがでしたか？解説も交えながらお送りしてきましたが、改めて日常生活での心がけや健康への意識につなげていただきたいと思います。また今後も皆さんと一緒に楽しみながら健康について学ぶクイズをお送りしますので、お楽しみに。次回は3月放送です。皆さん、普段十分な睡眠は取れていますか？睡眠が大事だということは皆さんご存知だと思いますが、次回の元気のツボでは、眠りの質や快眠が免疫力のアップにつながることなどについてお送りする予定です。それではまた次回お会いしましょう。